はい、皆様どうも、マフロです。それでは、龍が如く6ですね、6やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日からね、製品版になります。体験版じゃありません。それではやっていきましょうか。さあ、まずはどこ行けばいいかな。とりあえずまずは製品版になったからゲーセンでしょう。ゲーセンどこにあったっけ。この野郎ども、トロフィーもらえた。あ、ナイス拾った。おお、刺したよ。いいのか刺しても。手間を取らせやがって。ゲーセンどこだ。お、なんか出てる。また製品版になると多くなる敵が。でも弱い。たく、時間食っちまった。お、ここか。入れるぜ。ぷよぷよができるぜ。こっちは？おお、バーチャファイター。上には行けないのか。ぷよぷよ、全部ぷよぷよ。ここは全部ぷよぷよ。まだ他にもあるみたいなんですよね。で、あとは恒例のアイテムを手に入れに行こうか。ここだっけ、あれ、どっかで、どっかでアイテムもらえるんですよね。この辺だったような気がするんだけどな。まだもらえないのかな。確かに書いてたんですよね、メールに。これダウンロードコンテンツ。あ、セレナ内なのか。変わったんだ。セレナに一回戻ろう。あれ、通れない。しゃあねえな。あ、そうか、もう能力も強化もできるんだ。そういえば強化しとこう。バトルスピード、コンボスピードアップ。あ、足りねえ。ヒート攻撃力上昇、ヒートラッシュ。お、コンボ増える、いいね。ダッシュ強化、増やせるもんは増やしとこう。こんなもんか。
アルプスでメスにも食うか。いらっしゃいませ。胃袋はゼロ。おすすめだからナポリタン食べすぎるかサンドイッチセットパフェそんなに食っていいのか。むちゃくちゃだな。どうなんだよし、食べ過ぎだろ明らかに喫茶店で4000円近く使ってるし。うまいな。お、なんかアルプスで優雅なひととき。コンボがあるのか食事によっては。ありがとうございました。あそこ行くと絡まれるな。とりあえずセレナに戻りたい。警官ぶつかったらやっぱ捕まんのか。あ、ぶつかれないわセレナの入り方忘れちった。どうやったっけ。表からだよな。あ、ここか。つい忘れちまったで。いらっしゃい。おっと、お、段ボールあった。虹まんじゅう。なんだ服も着替えれるとか。あ、ここ入ったら怒られそうだな。まだいけないんか。さよなら。それじゃ。よし、そうそう、ストーリーに向かおうか。こっちじゃないな。ここだな。あれ、ああ、へばった。ちょっと歩くか。胃袋ってどれぐらいで減るの。胃袋が減ってないな。胃袋がスマホで見れるってどうなの。あ、こっちじゃないか。から行けないんだ。よし、来たぜ。体験版はここ行けませんでしたからね。全然違うね、確かに。
怪しい奴らが。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。江戸さん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ。その代わり、今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ、今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。全面戦争か。中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。また巻き込まれんのかよ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。こんなことするから巻き込まれるんでしょ。今の好きだらけだね。いてててて。やるな。で、敵多いな、多い。
らねえ。ほら、なんかいい武器ないか。あ、落ちてる。痛そう。なんか変な技使うぞこいつ。ああ、やっちゃった。だ、誰だ。お前ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだよな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。はい、巻き込まれた。行くぞ。本家に知らせに行く。ああ、完全に狙われて、マフィアに狙われてるやん。お前ドロップキックなんかしやがったのね。この野郎。こいつはなんか変な技使うんだよな。なんで手が光ってるこの野郎。このドロップキック野郎め。くわ。なんか向きないか。車を持ち上げれん、さすがに。殴れ。くそ。この野郎。コンクリートブロックで殴り倒す。しばらく寝てろ。くそ、敵が強いぜ。まだ能力が上がってないからな、全然。どんどん上げていこうか。どこまで上げれる。お、この辺も覚えれるのか。箸。ははは、コンビニの電子レンジ的な投げ込み。こんなんまででも覚えないと使えないのね。いっぱいあるな。今のとここれしか覚えれないってこと。まあ覚えておくか。あ、習得済みなんか。
金運アップ。自販機運アップ。そんなまであんの。とりあえずこんなもんでいいか。自販機行ってみよう。ダッシュ。ごめんよ、引っかかってる。帰るぞ。なんだこの先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。誘い込まれた。やばいぞこれ。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぜ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。誰なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。わざわざ日本語で言ってくれてありがとう。バタケをさあ。おお、剣持ってんぞこいつら。奪え奪え奪え。あたら。パワーアーム。あー、これ持てないかまだ。自転車なら持てるべ。あら、あれ、あと一人だ。どこだ。あ、そのところに隠れてた。さっきのドロップキックたつの方が強かった。おい、はいはい、分かったよ。誰だお前は。あれ、はい、いけた。
命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みてえな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。はあ、桐生さんね。分かった、じゃあまたな。東条会なのに知らないのか、桐生の名前を。桐生、桐生。気づいた。桐生カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。良いの効果。はーい、装備アイテム、はいはいはい。それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。